アメリカ大陸のウェールズ移民は、新世界において特徴ある、ウェールズ人の開拓地をいくつか個別に設立した。イギリスによる、アメリカ大陸の植民地化の一部とみなすこともできる。16世紀にルフした伝説では、アメリカ大陸を最初に見た、ヨーロッパ人は1170年のウェールズの王子、マドックだった。イネズの王子で、 オーエン・ルーイネズの息子マドックが、大井継承の混乱中に、一軍の植民と共にその国を逃れ、船で西に向かったとされている。最終的に、ミシシッピ川近くで上陸し、植民地を建設したが、その後は、先住民の中に溶け込んでしまった。16世紀後半にこの伝説が、ジョン・ディーのような著作家たちによって、 イギリスの北アメリカ領有権主張を支持するために使われた。18世紀にウェールズ語を話す先住民の話とともにこの伝説が復活したが、現代の学者たちの大半はこれを事実に基づかないものとみなしている。アメリカ合衆国とカナダには後半にウェールズ人移民が存在するが、ウェールズ人だけの植民地を作ろうとした試みは限られたものだった。 ウィリアム・ボーン卿が1617年にニューファンドランド島のリニューズにウェールズ人移民を送り込んで高級的植民地を作ろうとしたが最後は失敗した。ボーンは再度ニューファンドランド島のトレパシーにキャンブリオルと呼ぶ植民地を建設しようとし、これがボルティモア男爵のアバロン植民地に転換された。ここはイングランドサマセットのイギリスで初めて、 キリスト教が結実したグラストンベリーにある古き伝説のチアバロンを模倣しアメリカにも別のアバロンを作るものとされた。17世紀、ウェールズの多くのクエーカー教徒がウェールズ人の植民地建設を認めるというウィリアム・ペンの約束をもとに現在のペンシルベニア州に移民した。ウェールズ・トラクトと呼ばれたその土地は多くの開拓者が英語を話さなかったので 政府が、ウェールズ語を使用することになる、別の行政区画であり続けた。しかしこの約束は守られず、1690年代までには、異なる複数の軍に分けられ、このトラクトが自治権を得ることはなかった。18世紀後半、現在のペンシルベニア州カンブリア郡にカンブリアと、名付けられた、ウェールズ人の植民地が、モーガン・ジョン・リースによって建設された。 1856年から1867年にかけて、サミュエル・ロバーツが、テネシー州ブライン・フィノーンに、ウェールズ人の植民地を建設しようとした。一方、マイケル・ディ・ジョーンズは、ウィスコニシン州、オレゴン州及びブリティッシュ・コロンビア州に植民地を建設する計画を立てたが、これらのどれも実現しなかった。 南北戦争後、ウェールズ移民104家族がペンシルベニアからテネシー州東部に移動した。これらのウェールズ人は、ノックスビル市の一部であるメカニックスビルと呼ばれる地域に入植した。これらの家族は、ジョセフとデイビッドのリチャーズ兄弟が募集し、当時ジョン H ジョーンズと共同所有する圧縁工場で働いた。リチャーズ兄弟は、 ルイビル・ナッシュビル鉄道の側にノックスビル鉄工所を共同で設立し、そこが後に1982年のワールドフェア会場になった。ウェールズ移民が働いた鉄工所の当初の建物の中で、レストラン、ザ・ファンドリーを収容する建物だけが今も残っている。1982年のワールドフェアでこの建物はストロハウスと呼ばれていた。ウェールズ移民は、 第二長老派協会のために取って置かれたスペースを見て、1870年に自分たちの組合協会を建設し、トマス・トーマスを初代牧師に任命した。しかし、1899年にはこの協会の資産が売却された。ウェールズ移民はノックスビルで成功し、他の事業も設立した。その中には、石炭車を作る会社、スレート屋根材を作る。 会社数社、大理石の会社、家具を作る会社数社などがあった。1930年までに多くのウェールズ移民は市内の他の地域やセビア軍など隣接する軍部に分散していった。今日、ノックスビル都市圏の250以上の家族が当初の移民の中に直接その先祖をたどることができる。ノックスビルにおけるウェールズの伝統は セントデイビッドの日を祝う子孫たちに伝えられている。オハイオ州のジャクソン軍とガリア軍は19世紀にウェールズ移民が入ったところであり、その多くはウェールズ西部のケレディオン出身だった。アルゼンチンのチュブ州、ゲーマンにある初期ウェールズ人開拓者が建てた昔の石造り家屋1852年、トレガノン出身のトマス・ベンボー・フィリップスが、ブラジルのリオグランデドスル州に、 約100人のウェールズ人による開拓地を建設した。これら植民者の多くはアルゼンチンのウェールズ人開拓者の一部としてパタゴニアにおけるより成功した植民地に移住した。ウェールズ人植民地として最もよく知られているのは1865年に153人の開拓者が現在のプエルト・マドリンに上陸して建設した Y ・ホラッド・ファジ・ムリグと呼ばれる。 パタゴニアのチュブバレーにある植民地だった。この直前に植民者たちはアルゼンチンの内務大臣ギレル・モラウソンと人口が2万人に達した時にアルゼンチンの州の一つとして認められるという合意に達していた。しかしこの契約はイギリス政府が開拓者の存在を使ってパタゴニアを占有する言い訳にすることを恐れたアルゼンチン議会に批准されなかった。 ありがとうございます。